おい、こっちだ。なんだ、ずいぶん張り切ってんな。稽古？何言ってんだ。ついてこい。少しその辺を見て歩くだけだ。なんだ、ボケっとして。さっさと返事しろ。来るのか、来ねえのか。別の世界でのんびり茶を飲むってのも悪くねえ時間ってもんだ。慌てたところですぐ浅草に帰れるわけでもねえしな。よくこんな洒落た店を知ってたな。おお、玉木に教えてもらったのか。こういう情報を取ってくるのは早えな。この世界ならではの博打ってのはあるのか。あったらちょっとばかし興じてみてえが、今はそもそも欠けるものがねえか。ここの住人から上等な肉を分けてもらってな。これからやることといったら一つしかねえ。すき焼き作るぞ。米と酒を持ってこい。差し入れで菓子をもらった。お前と玉木で食っちまっていいぞ。甘いもんはどうにも好きになれねえんだ。こっちの世界でも体に悪そうなもの食ってんな。だからといって別に止めはしねえけどよ。俺だって同じ理由で酒を止められたら怒るしな。お前んとこの中隊長、料理がうまいのか。人ってのは見た目によらねえもんだな。帰ったらその料理をあてに飲み会でも開くとするか。はあ？夏目はまだ15歳。その年であの落ち着き方はいくつも山場を越えてきてるんだろうな。アーサーがいねえと静かになるかと思ったが、お前玉木と一緒でもなかなかうるせえな。まあおかげで退屈はしねえが、こっちの世界にも温泉があってくれて助かったぜ。一日の最後はやっぱ熱い湯に浸かって締めてえだろ。あとは風呂上がりに冷酒でもあれば最高なんだが。俺たちが暇ってのはいいことなんだろうが、気が抜けちまっていけねえな。修行をつけてほしい。そりゃちょうどいいな。シードのやつ相変わらず緊張感ねえな。あいつはあいつで好き勝手やってる感じだ。まあそりゃ余裕も出るってもんか。物を壊すのは俺の仕事であり得意分野だ。浅草の破壊王なんて呼ばれちゃいるが、まあ要はただの暴れん坊だな。算術はどうも苦手だ。ちまちま数字いじって何が楽しいんだか。そっちはお前に任せる。俺は暴れる専門だ。俺は落ち着いた色味が好きだな。黒や青ってのは
なかなか味があっていいもんだ。じじくせえ、こちとらまだ22だぞ。お前のまっすぐに突っ走るところは、場合によっちゃ状況を変える武器にもなる。使いどころはしっかり見定めて動けよ。俺たちのような能力はこの世界には存在しねえ。どんな目で見られるかと思ったが、案外文句も何も言われねえもんだな。しけた面してどうした？異世界の連中がバカ強え。いいことじゃねえか。今のうちに鍛えられるだけ鍛えてもらえ。命の呼吸なんてのは学校で教わるわけでもねえ。強くなるには実践で経験積むのが一番だ。場数は踏めるだけ踏んでおけよ。おいコン。なんでもねえ。おい何ニヤニヤしてんだ。あいつがそばにいねえとどうも尻の座りが悪いな。教団なんて言われると伝道者の連中を思い出すな。どこの世界のゲスも考えることは同じらしい。せいぜい俺たちで引っかき回してやるとするか。そういやさっき夏目がお前を探してたぞ。新作のために取材したいんだと。おい今から緊張してどうする。俺にとって一番に守りてえのは浅草だ。だが他がどうなってもいいってわけじゃねえ。仁義の通らねえ奴らを見逃したりはしねえよ。そういやこの世界の酒が手に入ってな。まだ開けちゃいねえがなかなかうまそうだ。お前は茶だが一杯付き合えよ。甘ったるい飲み物はどうにも好かねえ。熱い茶と酒があれば俺は十分だ。玉木と真逆？そうかもしれねえな。人に褒められるような生き方はしちゃいねえが、ありがてえことに仲間には恵まれてる。喧嘩っ早いが気持ちのいい連中だ。お前の何に対しても前向きな姿勢は悪かねえ。無駄打ちを恐れずとにかく動くこった。結果や理由は後からついてくる。西洋教のないこの世界じゃ原告主義なんてのも関係ねえ。そう考えると案外居心地はいいもんだ。今度シロンと手合わせの約束があるんだが、せっかくだお前も一緒に来るか。俺としては一人増えようが何も問題ねえよ。この前の戦闘について聞きたいだと？まだまだ動きに無駄が多い。火力調整が甘え。だがちょっとずつマシにはなってる。精進しろよ。
俺は浅草を守るために消防官になった。だがこの街も誰かにとっちゃ大事な故郷だろう。俺たちがいる間はしっかり守ってやらねえとな。浅草だろうが異世界だろうが夜景ってのはそんなに変わらねえな。どこから見てもいいってもんだ。お前、第八の連中が心配か？むしろ心配されてるのはお前の方だろうけどな。今頃第五あたりも巻き込んで大騒ぎになってんだろう。浅草が心配じゃねえのかって？うちにはコンロもいれば日向も日陰もいる。あいつらなら俺の留守ぐらいなんともねえよ。こういう静かな夜も悪かねえ。景色を魚に飲むのもいいもんだ。ピンとこねえか？いずれわかるさ。お前と玉木はいい関係だな。なんだかんだ現場ではしっかり息を合わせてる。こんな状況なんだ、互いに助け合えよ。こんな静かな夜は随分久しぶりな気がするな。このまま何事も起きないでくれると助かるんだが、なんて言うと何か起きるんだよな。明日は朝から稽古をつけてほしい？別に構わねえが、朝飯はちゃんと食ってからだ。いざって時に倒れられても困るからな。ここの空はあっちよりも澄んでる気がするな。花火が映えそうないい夜空だ。まあ何もねえ夜空ってのも生きってやつか。お前は守りたいものが多くて大変だな。志を高く持つことは悪いことじゃねえ。お前が望む全員を守れるようにこれからも励めよう。